ゴットフリート・フェーダーは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の初期の幹部の一人。ビュールツブルグに公務員の息子として生まれる。ベルリンやスイスのチューリッヒで工学を学び、1908年に建設会社を設立した。ブルガリアでも活動し、かなりの数の館長のビルを建てた。第一次世界大戦中には、政治経済を学び、 裕福な銀行への敵意を飛ばすようになった。戦後の1919 19年に銀行の国有化取リ死の廃絶を要求する利息の束縛の破棄を表した。同年、アントン・ドレクスラーやディートリ・ヒエカートと共にドイツ労働者等の立ち上げに参加した。1919年夏に初めてアドルフ・ヒトラーと会った。そしてヒトラーに財政と経済に関する問題をいろいろ 教えた。ヒトラーのユダヤ資本への敵はフェーダーの教えによるところが大きいと言われる。1920年にヒトラー、ドレクスラーと共にトゥーレ教会を設立した。ナチ党の25カ条綱領の下書きをしたのもフェーダーで特に反資本主義的な考えをだいぶ公領に入れた人物である。百二十三年のミュンヘン一期に参加した。一期は失敗し、 ヒトラーは逮捕されて投獄を受けたが彼は禁止されたナチ党の偽装政党国家社会主義自由運動に幹部として残ることができた。1924年5月ドイツ国会選挙には同党の候補としてケムニッツから出馬して国会議員に当選している。国会議員の地位は1936年まで維持した。国会で銀行の利率を抑えることと ユダヤ人追放を特に強く主張していた。この時期にも反資本主義的な著述を複数表した。ナチ党の財政、経済問題への立場の決定に大きな影響力を持っていた。1931年には党経済会議の議長となった。しかしこの後、ナチ党が大企業など財界から投資を受けるようになっていったため、 反資本主義的な考え方をするフェーダーは邪魔者となり、一気に党内の影響力は低下していった。1933年1月にヒトラーが首相になり、7月に経済省次官に任じられたが、フェーダーはもっと高い地位を望んでおり、失望は大きかったという。同年、大型有志に対する戦いや反ユダヤ主義本のユダヤ人を表した。 1934年6月30日から7月初めの長いナイフの夜事件の後、政府の役職から退いた。その後、ベルリンのタン科大学で工学の教師となった。1939年には、新しい街を表し、田園都市を主張した。1941年に死去した。E.N. イアン・カーショウ、ヒトラー。 April Feel In Power Chapter I ありがとうございます。